セレクト、クリスタル、またうは火、グレンの炎、ウルトラマンロスト、フレイル。セレクト、クリスタル、的は水、紺碧の海、ウルトラマンブルー、アイコス。アクアストリーム、ウルトラマンルーブは兄弟の物語です。皆様、ミナト兄弟への応援をどうぞよろしくお願いいたします。そうですね、まあ、兄弟ということで僕たちこうクランクインしてからまあ撮影に臨むわけなんですけど、そんな中でやっぱりコミュニケーションっていうのをすごく僕は大事にしていて、だん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 こう日が経つにつれてこう打ち解けていくというか一つになっていく感じがすごく日々感じられるので、とても楽しい日々を送っております。なるほど。小池さんはいかがですか？はい、兄弟ということで、まあ普通の、本当に普通の兄弟なので、まあ、ウルトラマンになってからも喧嘩はするし、まあ、間違って兄貴攻撃しちゃうとかありますしなんと、まあ、でもやっぱり最終的にはこう2人で1つ、うん、2人で協力して1つのこう怪獣、まあ、目標に向かって進んでいくという、まあ、兄弟の絆というものをすごく日々感じながらやっております。おや、これは、あれは一体何なんでしょうか。私たちの知っているオーブと似ている姿をしていますが、どうやら私たちが知っているウルトラマンオーブとは違い、真っ黒な体をしています。この謎は今後の番組の中にて明かされることでしょう。これから